てください。看板娘で大好き。それはみんながすごいびっくりしたよね。そうね。だから私たちはね、結構前から喋ってた。そうね、話し合いはねずっとしてたんだよね。そうなのよ。そうだね。そうなのよ。
でもなんかみんななんていうの、うん、今回すごいあの、うん、なんていうのかな、ありがたいツイートとかお言葉をいただいて、すごい嬉しい、ね、本当にありがたい ね嬉しいね、ありがとうございます。でもね、解散ではない、ね、そうなの、一応解散ではなくて、そうライブ活動がね、そう一旦一区切りというか休止ということで、私たちはこれからも現役の、うん、そうなの、私たち二人はね、ラジオとあと SNS での、うん、安城の情報をね、そうそうしていくし、もし何かあのお呼ばれとかしたら、場合はもしかしたらあのライブでこういう感じで出るかもしれない。私たちも分かんないんだよね、そういう風になっていくのかっていうのが、ね、やりながら、しゃべりしゃべり、ゆるゆると頑張っていこうと思います。皆様に解散では本当にないので、ぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。